はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人パーティーゲームです。言葉のパズル文字ぴったんアンコール体験版、はい、ということで任天堂スイッチからですね、今回また体験版の、お送りするんですけど、言葉のパズル文字ぴったんアンコールですね。5つのステージが体験版で遊べるそうなので、まあ、単発動画でちょっとね、今回お送りしていこうかと思っております。おっと、もったい音でけえな。はい。はい。ということでですね、言葉のパズル文字ぴったん。まあ、もともとはですね、アーケード、ゲームセンターでね、展開されて、まあ、人気を博したパズルゲームでございます。で、まあ、ゲーム機向けの展開もですね、結構継続的に、行ってた時期がありまして、結構ね、一定数のね、支持を集めて、楽しくね、楽しんだ方も多いんじゃないかというふうに思います。はい、今回久々の最新作なんですけども、2008年に発売された文字ぴったん Wii Deluxe ですね。これがだいたい400ステージぐらいだったんですけども、まあそれをベースにリメイクをしました、今回ね。まあ下に書いてますね、製品版はバラエティ豊かな800以上のステージが入っているということですね。まあかなりボリュームアップして、今回、登場するということになります。はい。二人プレイとか、あるいはインターネット通信での対戦プレイなんかもお楽しみいただけますんでね。はい。さあ、まあどんな感じのルールなのかはちょっと実際にプレイをしていきながらお話ししていきます。さあ、まあ手が出てきたな。選ぶくんの中のブロックを、選ぶくんっていうんですね、文字が入ってる。あのウィンドウはちゃんと名前があるんですよ、あれ全部。文字くんとか文字ちゃんとか選ぶくんとかね。はい。ブロックをつかみますの上に置くと言葉を作ることができます。言葉ができる方向は上から下、左から右だけです。逆方向や斜めに読んだりはしません。で、言葉を一つも作れなかったらひらがなを置くことはできませんのでね。はい、これは気をつけましょう。ブロックを10個使え。はい。制限時間がね、右上にあります。言葉の国へようこそ。僕の名前は森くん。こんな風にですね。使える言葉は、あいうえを書きかけこうだけなんで、この10個を、ね、置いていくということみたいですね。はい。例えばですね、青を選んで、愛とかね、言葉を作っていきながら、マス目をどんどん埋めていきます。1位とかいうね、OKOK、いえとかね、今回私これね、まあ、収録のためにテレビモードでやってますけど、携帯モードだったらタッチ操作で遊んでいただくことができます。ういか、はい。例えば赤とかね、カウ。英語の単語もね、収録されていただきますからね。はい。おいとかね。スイーツとかにやったね。まあ、こんな感じで言葉を作っていくわけですけど、まあ、この辺は全然簡単です。はい。池でええか。お池とかも OK なんで。こっち。魚のこっちかと思ったけど違ったね。今回ですね、これは、言葉がですね、全部で13万語収録されているということで、これ、そういう終わった後に作った言葉をこうやってね、見て、こう、勉強本できたりするんですよ、これで。ちなみに、まあ、13万語収録されていると言いましたけども、今、広辞苑、言葉の辞書と呼ばれるね、広辞苑がだいたい25万語ぐらいあると言われておりますので、まあ、半分以上が、まあ、収録されています。まあ、逆に、広辞苑にないのにこっちに収録されているという特別な言葉もね、あるかもしれません。はい。はい、こんな感じですね。ページを選んでね。
マスに置いたブロックを元に戻したい場合は B ボタンを押しましょう。押した回数だけ何手でも戻すことができます。はい、要は制限時間内にクリアさえできればいいんでね。はい、これも、あ、ちょっと何胸の、あ、これは全部使えるのかな。はい、でも大体こういう場合ですね、あの1個使ったやつはもう使えなくなります。まあ、例えばそうだな、キッキッ、そしたら E の言葉文字はもう使えなくなります。なくなりましたからね、ここに。これよ、まあ例えば回避とかね、濁点の文字を使おうと思ったらもう濁点の文字をいっぱい出さなきゃいけない。例えば「は」を「は」とか「ば」とかに変えて使うとかいうことはできません。あくまで用意されたやつだけで、あの完成させなければいけません。あとなんだろうな、「大」とかね、あーなるほどね、 LR で一番下に、いや一番上にこうやって文字を、文字も、選ぶ分をね、あの動かすことができるみたいですね。月、そっちだ。物の月じゃないんだ。これ尽きるとかダメなのかな。あ、いける、 OK OK。 切る、あーそこにルを置いちゃうと難しいな。でもルギ色のルギとかダメ。あ、いけた。あるとかでもね、今中国語とか出たね。アホ。ありますよこういう言葉もちゃんとね。最新用語とかも出したいけど難しいだろうな。わっわこれ2をだからちっちゃい2として使うということもあります。よ、ダメだよね、こうやって言われるんですね、言葉になってない場合は。わわわわわ、やわい、やわになるとか、うん、オッケーオッケー、ややにとかが頭の中に出てきた。なんか変な言葉作ってんな。ちょっとわかりやすい言葉作りたいですね。言葉は今度はもう OK ですからね。感動詞とか書いてますが、しりとりとかとは違いますからね。全然その例えば痛いとか、あの動詞とかをね、当てはめても全然大丈夫なわけです。っていう意味では結構ね、幅広いでしょ。意外と言葉ができるんです。だから分かんないときはとにかく文字埋め込んでみる。そしたらあっていうのがね見つかったりする。それもまたね、文字ピッターの面白いところなんですね。はい、各ステージは制限時間があります。はい、制限時間のないステージもあります。さあ、すべての星マスを埋めましょう。制限時間が 2分しかないです。なるほどね、何でもいいから埋めろってことですね。これ多分 O とかいけるよね。いつどこでみたいな、あ、いや違った。ドーナツ、夏、なんだよ、多分、使うとか OK だよね。あ、立ち捨てとまでしか使えない。そっか。ド、これダメだよね。怒涛って打ちたくても、要は二文字で作れなきゃ意味がないってことなんですよね。
ドスあ、ドスか。あ、使ったんか。おー、時間がねえ。ちょっと待ってよ。捨て、あ、捨てることを捨てていいじゃん。トス、うん、バレのトスね。テコ、テコの芸人のテコ。うん。こう、コケ。コケ、火、あ、火使ったんだ、ついの。コツ、これで。けけ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 
進めるのはね、相当きついです、この文字ピッタンは。本当にね、結構、とにかく埋めてみて、あっていうのを楽しむのも結構大きいです。だから、なんですかね、100% 思い通りになるゲームじゃないっていうのはあるんですよね、このゲームって。まあ、そこが、まあ、面白さでもあるので、それをどう捉えるかによってまたね、このゲームの価値観がちょっと変わってくるんじゃないかと思います。結構合う合わない、あるんじゃないかと思うんだよね、このゲームってなかなか。面白いですけどね、慣れたら。各ステージにはクリア条件があります。はい、知ってます。はい。さあ、すべてのマスを目当てできましたね。大変ですよ。制限時間がないとはいえね。俺様の猫は黒猫のクロちゃんだ。なんか悪い文字くんだったね。家に帰ると俺様はいつもクロちゃんの背中にいて遊んでるぜ。かっこいいんだかなんだかね。あー、これ文字がすごいですね。特殊ですね。黒猫、ネズミ、猫舌、野良猫、池猫、カツオ節、招き猫、猫じゃらし、猫の小判。これが多分全部使わなきゃいけないんじゃないかな。それを全部埋めれるようにやらなきゃいけないわけです。だから点々のついたやつとかはね、あまり目立たないところに来て、例えばこういう感じですね。1個とかね。船とかないよね。ないよね。あるわけないか。あ、バネならないね。オッケーオッケー。結構、子が多いですね。猫言うてますから。猫、子が多い。猫。あれで猫を作ってもいいわけですからね。同じ言葉を何個作っても大丈夫です。これも新曲じゃないんでね。別に同じ言葉使っちゃいけないということはありません。猫。子猫とかって言ってしまってもいいわけですからね。このねーとかはダメか、さすがに。あ、この子はでもいいんだね。この子ね、まだない。よいしょ。この子はあるね。こ待てよ。ううはないかな。うーはうーはな、なーなーなーないなー。どうしようかな。図をどこで使うかだよな。ポジでええわ。ポジ。まだ事故って言ってしまってもいいんだけども。ネットもいっぱいあるから、バンバン使った方がいいのかな。骨。地味。のこ。今は結構ね、使いやすい言葉ですから、できるだけ残しておきたいですね。あ、昆布でいいんじゃないね。けか、けね。
ねねとかはない、ない。ねねで人の名前だよね、完全に。けむずいな。けしでいいか。あ、こけし、あ、こけしでいいんじゃん。ね、ひの下を、なんか、ね、使いづらい言葉で見てしまいたい。ネズ、あ、おー、わからんもんじゃな。白でいいわ。ず、あー、でもそう、あそこにズを持ってきちゃったから、ズでなんか言葉を作らないといけないですね。ず、ずことかないよな。あ、あった、あ、ねずこ。わかんねえ。ずの、でももう一個作らないといけない。あ、でも、月で作ってもいいか。月とかでいいんだよ。あ、月か。ね。使いづらい言葉を結構消化できたような気がするので、あとはだいぶ、うん、スムーズに進めれるんじゃないかな。こや。やすね。あ、そっち。思った言葉じゃなくてもいいんですよ。しよ。コネ。コネも今、コネクションのコネがね、一回使ったのに、また違うコネの名前が言われましたね。だから、同じ言葉でも、いろんな意味が、ね、何種類かの意味があったりします。全部、それも収録されてるんですよね、ちゃんと。シミ。逃げ。峰打ちの峰とかね、うん、でも猫多いから、猫は結構バンバン使ってしまった方がいいかもしれないですね。子猫、子猫ですね。あ、でも残り3つか、いけるねこれ。あ、待てよ、でもここからは上に文字を並べていくんですけども、最初説明があったように文字の作成は上から下なので、要は一文字目になる言葉をつけていかなきゃいけないんですよ。だから例えばこれタコとか、うん、ネタ、ネタでいいんだよ、うん、ネタで、金でいいんだよ。金だ。今、名字とか出ましたよね。そう、日本で多い名字、例えば佐藤さんとかね、あれとかも収録されてるんですよ、うん。だから結構ね、収録されてる文字の基準がね、結構たくさんあってね、思わぬ言葉ができて結構面白かったりするんですよね。これコネもね、このコネクションのコネもあるし、もう一個あったよね。もう一個コネ作ったよね。これこれ。こねることをこねって言ったりね。違う言葉として認識して、まあ、結果として文字数増えましたと。うん。多分増えた文字は、後々多分、なんか辞書として見れるモードがあると思うので、そこで、解禁した言葉を確か確認できたと記憶してます。多分、工作にも収録はされてると思います。はい。魂転がし一筋。塊魂とのは実はコラボでね、確か、コレクションアイテムがこれクリアしていくと増えていくんですけど、多分その中に塊魂のキャラクターがいたりしたと記憶してます。四字ボタンの上下を押すか、ルスティックの上下入力でも、あ、7文字ページ送りもできるんだ。左右で7文字ずつ送るみたいですね。で、LR で端っこの、ジャンプ。いうことみたいです。右下に何かおる。こんな感じですね。わー、おじい。どうも。相変わらず小さいのね。バルゴザン。お、全部の文字が使える。点々もある。さっさと言葉を作れ。相変わらず。12個でいいんですね。そんなに難しくはないかな。おじ。おう。おう、どうやって言葉ですね。おう。で、1回でね、あ、たくさんの文字を一度に作ると、コンボが発生してですね。うん。まあ、当然それだけ得点を増えるということになります。
おじきとか。2文字作ったときと3文字を作ったときやっぱり得点変わりますんでね、できるだけ長い文字作れた方がより、より、高得点が出る。2倍とかね、額、はい、害ちょっと1個戻す。ダメなのね。外角でいけるんじゃない。ほら、黄色とか。黄色い、でもいい使ったよね。ダメよ。そうだね。例えば、これでいいんじゃない？黄金でね。そうだな。棒はね、結構ね、いろんなものが作れますよ。ガーナでいいか。なんでそれがいきなり出てきたのかわからんけど。あと一個。ガーナ。じゃあ最後、どっち？だから短い言葉しか作れんねー。これ、ちょっとこう長い言葉作れたら気持ちがいいんですけどね。5文字とか6文字とか作れたら、おーってなるね。その瞬間が楽しいですね、やっぱり。はい。ということで、一応収録しとるね、体験版のステージは全部クリアしました。まだね、本当に収録されてるステージ、これまだ全然簡単な方でですね、中にはマス目に何かこう特殊なマークが書いてあって、はめ込むとステージが回転したりとか、あるんですよ。結構ね、やっぱり中盤以降はかなり難しくなってきてですね、本当に、適当に埋めてりゃなんとかなるじゃなくなります。今はね、結構それでいけましたけども、やっぱり後になればなるほどですね、やっぱり培ってきたさまざまなこの用語、覚えてきた用語をね、頭の中にインプットして、ある程度自分の中で思い通りの言葉が作れるようになっていかないと、後半は、やっぱり厳しいです。運だけではクリアできなくなっていきます。それがね、本当にうまくできた時のこの、達成感ですわね。それがやっぱり格別なもんだと思いますのでね。このモチピッタン、こうやって文字を当てはめて言葉を作っていくゲームって本当に当時としては本当に画期的でした。まだまだね、やっぱりこう当時はね、ようやくこうゲーム機とかの性能が上がってきて、記憶できる容量が増えてきたことによって、この言葉を要は覚えることができたわけですよね。ゲームそのものがね、その覚えれる言葉の数が増えたことによって、こういうゲームが作れるようになって、私の中で本当にこういう言葉を使ったパズルゲームというのは、このゲームが私は本当に、始まりだと思ってます。今でこそね、スマートフォンのゲーム開きゃこういうゲームいろいろあります。ね。基本プレイ無料でなんかクロスワードパズルみたいなのもあったりしますし、あと私今遊んでますけど、セガさんの、ことだまとかもね、あれも言葉を作って戦う RPG ですけどね、ああいうゲームもあったりしますけども、やっぱりそれもどれもこれもね、やっぱりこのポジピッタンの要素が、なんか俺はベースになってるような気がしてて、本当にそれより前からもそういうゲームあったのかもしれませんけど、やっぱり世にこういう言葉を作る面白さをね、ゲームとして、ね、形作って世に広めたのは、やっぱりこのモチピッタンがやっぱり一番なんじゃないかなとは私は思ってます。これね、本当に
冒頭にも説明しました、2人プレイでね一緒に協力だったかな、協力対戦もできたかもしれないですけど覚えてないですけども、はい、まあいいですね、あのいわゆるマルチプレイもしっかり実装されております。はい、800のステージ攻略となるとね相当時間かかると思いますので、本当にねじっくりゆっくり心ゆくまでお楽しみいただけるかと思います。はい、ということでね、体験版ちょっとねお送りをさせていただきました。製品版の発売は2020年の4月2日です。まあ、本当にね、リーズナブルな価格です。うん。リーズナブルな価格でありながら、まあ、800ステージと大変ボリューム満点でございます。ので、うん。昔遊んで、ね、懐かしいなって思った方は、ぜひ遊んでみてほしいですし、まあ、やっぱりしばらくね、シリーズ展開されてませんでしたので、あ、こういうゲームがあるんだと。うん。逆にそれこそ、まあ、さっき話に出しましたけど、ことだまを遊んでる人が、このゲームのことを知って、あ、ことだまみたいなゲームが出るんだってなってね。うん。いや、まあ、こっちが先なんだけど、と言いたいとこですけども。こっちはこっちで興味を持ってね、楽しんでいただけるきっかけになったらいいんじゃないかと思いますので。はい。このモジピタンアンコール。はい。まあ、ゲームの面白さ自体はね、もう実証済みですので。あとはそのボリューム満点のステージと、いろんなモードを一人でね、じっくり遊んでもいいし、インターネット対戦で楽しんでもいいわけです。思い思いの形でですね、文字を作る快感、ぜひ楽しんでみてください。はい。ということで、言葉のパズル文字ピッタンアンコールの体験版単発動画でお送りいたしました。はい、ここまでにしましょうかね。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。また別のプレイ動画でお会いいたしましょう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。